おや、悩ましげなため息なんかついちゃってどうしたんだい。もしかしてついに体の隅々までねっとりじっくり私に調べられる気になったのかな。ごめん、突っ込むのもめんどくさいけど普通にキモい。冗談だよ。何か悩み事でもあるならお姉さんに話してごらん。別に悩みってほどのことじゃ。でも気にはなっている。ねえ、ファングってどんな女の子が好みなのかな。ん？やっぱりティアラみたいな子が好きなのかな。性格悪いけど可愛いし上品だし。お？私みたいなパートナーじゃない方が良かったのかな。おお、来た来た来た。これはつまりフェンサーと妖精間の恋愛話だね。恋？違うわよ。この前私の異性の好みを聞かれたの。それならあいつはどんな子が好きなのかなって思っただけよ。でもそれだと自分みたいなパートナーじゃない方が良かったのかなんて考えないと思うけど、裏を返せば彼が望むパートナーになりたいってことじゃないのかい。もしそうならそれは特別な感情なんだと思うよ。そうなのかな。でも私は別にそんなつもりじゃ。ファング君に男の好みを聞かれた時どう思った？ドキドキした。結局勘違いだったけど。勘違いはともかく、ドキドキしたならそれはアリンちゃんにとって重要なことなんじゃないかい。でもそんな、私ありえないわよ。ありえないなんてありえないよ。自分の気持ちがよくわからないならわかるまで考えればいいさ。時間はまだあるんだから。うん、ありがとうハーラ。お礼は言葉でなく私に身を捧げるという形でしてくれると嬉しいな。これさえなければいいお姉さんなのに。惜しい人だわ。俺はいわゆるチンピラさ。姉ちゃん、いい女じゃねえか。ちょっと付き合ってもらおうか。デジャブですわ。本切り型のこういう方ってどこにでもいらっしゃるんですね。おい、聞いてんのか。聞いていますが付き合う気はありません。女性を口説きたいのならまずそのお下品な話し方を改めてはいかがです。ね、もっともあなたの場合顔もお下品なので無意味かもしれませんが。ねねね、このクソめ。おっと、そこまでだ。ファングさん。おい、こら、この野郎、俺様の連れに何してやがる。なんだこの若造、俺の邪魔す。ああ、いえ、お連れ様がいたんですね。これは失礼しました。あれくらい私一人でも平気でしたのに。ちっ、そういう問題じゃねえんだよ。お前に他の男が触れるのが我慢ならなかっただけだ。え？他の男にって、それってどういう意味ですの？どうしましょう。急に動悸が激しく、まさか不整脈？おい、勘違いすんなよ。お前は俺の下僕だ。俺はただ俺の所有物を守っただけだ。私がいつあなたの下僕になったというんです。もうせっかく少しは感謝して差し上げようと思っていましたのに。随分と上から目線な感謝もあったもんだな。大きなお世話です。お前はただでさえ目立つんだから、ちょっとは自覚して行動しろ。心配してくださってるんですか？面倒ごとに巻き込まれて俺に迷惑かけるなって言ってんだ。私がそんなヘマをするわけありません。よかった、普通に話しているうちにさっきの動悸は収まりましたわ。普段はチャランポランなくせに不意打ちでちょっとかっこよかったから動揺してしまったんですね。そうに決まっています。